軽いな、なんかな。俺腰必要ないから、もう向こう行ったらもうタップ用になってんだから。はい、いいよ。27kg。 そう、 OK。 あー、戻しちゃったな、もったいないな。膝を戻しちゃったら持ち帰られないからな。持ち帰ってから膝戻すにはいいけどな。はい、もうそのままこのまま行かないと、ね、持ち帰られないぜ。はい、これを手操作しようか。そした方が軽いかな。じゃあ前あまり近いとまたみんな、そうそう、自然と持ち帰られるんだけど、それを体を、じゃあ体を戻してしまったら持ち帰ることはできないよ。自信以外あれは、ね、この位置で持ち帰ることはできないよ。この位置だったら、この位置だったら持ち帰ることはいくらでもできるんだよ。この位置だったら持ち帰るんだよ。ね、持ち帰る、このまま乗っててもいいんだよ。このまま乗っててもいいんだよ。はい、それでゆっくり、それで持ち帰るね。こうやって持ち帰るね。はい、OK。せーの。よし、そう。もっと持ち帰るときに自分でグッと体をひねればもっともっといいな。はい、いいよ。せーの。はい、飛んで。グッと、そう、ひねると、そう、持ち帰られるんだね。OK。はい、いいよ。はい、いいよ。次、どうも。あ、じゃあ、助かります。助かる。膝前、膝前。そう。あのね、いっぺんで行かなくちゃいけないんだから、本当はね、この角のところにコーヒーを持ってきてね。そうそう、はい、はい、いいよ、はい。その時に膝を向こうにやんないと持ち帰られないからね。はい、はい、せーの。膝を左ひねる、左ひねる、左ひねるっていうことは、これを手もこっちを押すんだからね。ね、ひねると自然とこれを押すから持ち帰られるんだよ。ね、それがないと持ち帰られないよ。うまくなるとそうなるんだけど、まだでっけな。手を、はい、でっけちゃんと手を。膝は向こうだよ。そう、横へ飛ぶんだからね。お、軽いからな。デッキへ手をから入っちゃうんだな。はい、いいよ。そう、お、いいね。これがね、これがこうなればいいね。こうなればいいね。タスク、お前軽いな、いいな。これでうまい、海でしたらお前最高だな。はい、せーの。はい、OK。もっと、もう少しひねって、それで、そう、ひねって、持ち帰れ。そう。はい、OK、もう OK。はい、達成。よっしゃ、うまい。よっしゃ、OK。もう一回。今の軽くてできてるだろ。でも、でっけ、まあ、手を置けばいいんだけど、船は傾いてるっていうことだけ頭入れて。はい、せーの。船は傾いてるんだよ。よし、OK。よし、オッケー、はい、やって。はい、じゃあ次。ういっ。はい、11時。自分で言う、わかんなかったらわかりませんとか、何ですかとか言わないと顔見てる。はい、タップよい。はい、もっと膝前。足、足を見て。はい。で横跳びだからね。はい、せーの。はい、洗濯機につけておいて。そう。せーの、よっ。うん、うん、いいんだけど、膝がこっち向いちゃって。向こうも膝向いて。はい、せーの、横向いてね。はい、せーの。はい。こっち、こっち。おー、そうそうそう。それはね、こっち向けだ。そうそうそう。うん。OK。いいよ。OK、もう一回、せーの。膝向くの。うん、80% なんだけど、向こう向いてない。はい、せーの。
はい。膝向こう。そう。今よかったね。で、取れてない？取れてます。はい。せーの。あとちょ見せてね。はい。はいよ。せーの。こっちでも取れてるよ。おっと。こっちはちょっとまだ向こうで膝向いてないな。でもこっちはいいね。はいよ。貸して。こっちはネックステーション簡単に持ち帰られるね。ね。ちゃんと。なんかこんなことやる必要ないんだよな。形さえ覚えちゃえばな。はい、いいよ。はい、もう一回、もう一回。はい。はい、せーの。はい、見て、見て。はい。よし。もっと気持ちの中で膝を前に持ってくってことは頭です。膝前。はい、せーの。膝前。はい、もう一回。はい、せーの。はい。膝前。よし。はい、もう一回。せーの。はい、膝前。よし。まだ、また戻っちゃっていいかな。はい、膝前。せーの。はい、膝前。よし。おー、いいぞ。こっちはよかった。すごい。ねえ。はい、次。はいよ。あと2人3人だよ。おっしゃ。これ動かさないようにね。飛ぶときに気をつけて。飛ぶときに。もう少し思い切って飛ぼう。中途半端なの。はい、自分体大きいからと思って遠慮しないでね。やっていいよ。よし、OK。あーっ、そうなっちゃうから、もう一回頭が邪魔。はい、もう一回。よし。イタリア人みたい。これから、チャオって言われたのじゃ。な、カコちゃんにはチャオ。カコちゃん、チャオ。はい、もう一回。よし、そうすると、エクステンションはみんな多分ね、もうちょっとまちまちだったんだけど、これでみんな、今日いた人はどうにかなるかな。これで午後から来るかあそこのマットのところに、はい、もう一列に人が入ると、はい、全部吉田さん言ったよね。さあね。あ、もう一回、はい、じゃあ、こっちじゃない。そこ映ってる。そう。はい。じゃあ、吉田さん。はい、見るならここで見る。さっきやったじゃん。はい、大丈夫？足だね。いい形だ。やっぱりで、ね、だんだんね、なんていうのかな、見てるから覚えちゃうと、それとあとやっぱり上級生っていうことで一年でも上だと理解力が早いね。はい、もう一回。おー、いいね。ほら、持ち帰るの簡単だろ。はい、持ち帰る。せーの。おー、いいね。最高だね。こんなタップできないよ、普通。はい、はいよ。イタリア人だ、イタリア人。イタリア人。なおと過去には。今度イタリア人が来たらさ、タップの練習してる。こうやってやってる。おー、すごい。君ちゃん。君。お名前はって言って。過去です。はい、バイバイ。マジで気持ち悪いけど、びっくりしちゃってる。はい、ちょっと立って。おっと、気をつけて。それね、はい、せーの。手を押さないで、手を押さないで。そうそう、こっち向かないで、こっち向かないで。はい。前ね、あ、ほら。あ、映ってたわ、今。膝前ね。そうそうそう。はい、持ち帰るまでは絶対膝前だよ。はい、もう一回、せーの。はい、持ち帰る前、膝前、はい、持ち帰る。そう、できるね。はい、もう一回。はい、せーの。はい、持ち帰る前、膝前。先生、疲れちゃうよ。前になってないから。はい、もう一回、いいよ。せーの。
左前、左前。よし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 。こっちに草ないか、どうぞ船に向かっちゃう。はい、もう一回。せーの。はい、そう。あのね、後で、ビデオ見せてあげるけど、この膝というのはね、非常に大切なの。船をね、左を回すときではね、膝を回せばね、ティラーを使わなくても、船は膝左に回るの。こうやってると、こうやってるとね、船は左に回るの。ね。この膝というのはね、非常に大事なの。だから、ティラーを使わなくても、膝だけで船はコントロールできるの。船はコントロールできるの。だから、この膝をね、ピシッとできるようになると、君たちは、すぐ早く上級になります。いいね。11時、11時20分。これでちょっと、10分間。